ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はジョン部の前日談であるハウスハウンテッドを考察します。そんなゲームあったんだ。視聴者さんから情報をいただきました。視聴者さん、ありがとうございます。なので私たちが前回考察したジョン部を前提に話を進めます。前回の動画を視聴してからの視聴をお勧めします。なお、前編英語の作品なので、こちらで訳していますが、表現が間違っている可能性もあることをご留意ください。警告、プレイしようとしているゲームには不快感を与える可能性のある、暴力的な描写が含まれています。そのまま続行するとパニックになる可能性のある人に対して責任は負いません。このゲームを遊ぶにあたりあなたは上記の内容に同意し、あなたが責任を持ってこのゲームを楽しむのに十分な、能力と成熟さを持っていることに同意することになります。こんな感じです。訳しながら遊んだので途中で細かくカットが入りますが許してください。ああ、随分長いバスの旅だった。でもついにここに来た。私は周囲を見渡してバスの排気ガスの不快な匂いを吸い込んだ。さて、ここグレイホースのバス停で見るものは特にないわ。街の他の部分はパンフレットに書かれているように美しいだろうけど。うまくいけば、不動産業者は私が引っ越す準備ができていると言ってくれた。主人公はまた君なんだね。前回の主人公と同一人物なのかな？手荷物受け取り所から控えめな手荷物を素早く掴み、服をまっすぐにして、最寄りの観光案内所に歩いていった。近くにカフェがあるわね。ちょうどお腹も減ってるし行こうかしら。街も見たいわね。ちょっと見て回ろうかしら。かなり疲れたから、アパートに帰ろうかしら。お腹減ってるんだし、カフェに行こうかな。そうね、何も食べずにいると倒れそう。コーヒーもかなり美味しいらしいし。私は最寄りのカフェに行った。小さくて趣があった、店の中から客のおしゃべりが聞こえた。入れたてのコーヒーの滑らかでコクのある香りと、焼き菓子の甘い香りを取り入れながら、ゆっくりとカフェに足を踏み入れた。それは私の胃を大きくうならせ、私はカウンターに急いで向かった。できるだけ早く注文した。注文したその日の夕食を受け取った後、他の人から最も遠いテーブルに急いで行き、スカーフを外した。コーヒーは濃厚で、予想よりもゆっくりと喉を滑り落ちた。奇妙な感覚だった。でも悪くなかった。ケーキも同様に奇妙な感じだった。コーヒーケーキにしたはずなのに味が違う。一口食べるごとに食べることが難しくなくなっていく。味が違うって、注文ミスかな？食べ物に違和感を覚えるというのは怖いですが。ポップロックのように燃え上がって、しかしシナモンのように味わえる奇妙でハードなビートが全体にあった。詩人だね。私はとてもお腹が空いてたから、ただ奇妙な食べ物をできるだけ早く胃の中に入れることに集中した。私が食べ物に集中してるとき、年上の男性が私のテーブルの目の前に座っていることに気づかなかった。わ。気づかなかった。こんにちは、いかがなされましたか？見知らぬ男性は燃えるような赤いブレザーを整え、襟元を正した。彼の動きはとても奇妙で彼が板紙でできているかのように硬かった。動きが硬い、ね。先ほどから、奇妙なことが続きますね。まさか人間の動きに慣れてないとかじゃないよね。あなたは新しくこの街に来た人だ。迷子になってしまう。案内人が必要だ。彼の話し方は私を驚かせた。彼の声はこれと同じスピーチを何百万回も行ってきたかのように滑らかだった。自己紹介させてください。私はメゾンタロ、不気味の谷シャープワンの不動産業者です。今日のあなたの夢の家を見つけるのを手伝うことができます。メゾンタロ、これってどちらの建物に関連する名前じゃない？両方家と訳すみたいです。彼はすぐに胸ポケットから名刺を取り出しましたが、別の名前が書いてあった。いくつか名刺を取り出した。彼は名刺を渡してきた。彼の手は私に不快に近づき、私は少し後ろに下がった。彼は名刺を渡すと。私に電話をください。私たちはあなたを新築の家に住まわせることができます。よく聞いて、言っておくけど私はすでにアパートを買ってるの、私が家を買う必要はないわ。笑った、どういう感情だろう？嫌な予感はしますよね。ふふ、それは大丈夫です。私はあなたが私に電話するだろうと確信しています。私は全ての不気味の谷社員の中でナンバーワンの不動産業者ですからね。
不気味の谷って何かと思ったら不動産の名前だったのか。がっかりしたバイヤーは一人もいませんでした。あなたは私があなたのためだけに見つけた家を気に入るはずです。待っていますよ。私が議論する機会を得る前に奇妙な不動産業者は立ち去った。彼の長い足は彼をより早く移動させた。思ったより彼には期待できるかも。所作で有能さをアピールできるとはすごいね。動きが硬いというのが気になりますけどね。私はただ肩を含めて名刺をポケットに入れた。新しいアパートを持っていること自体に害はない。私はすぐに食事を済ませた。出かける前に気前の良いチップを置くことを忘れずにアパートに行った。新しいアパートに近づくと心が温かくなった。これからの生活に心を弾ませた。私は深呼吸をして涼しくて綺麗な空気を取り入れた後、自分の部屋の番号を探した。あ、あった。とてもエキサイティング。こんな自分のアパートが欲しかったのよ。私はハンドルを回した。あれ？ハンドルをひねってもドアが回らない。私はもう一度回した。それでも開かない。メゾンが何かをした？そうでしょうね。一体何？不動産業者は私がここに着いた時にはドアのロックが解除されてるだろうと言ってた。不動産業者に電話しなくちゃ。こんにちは、不気味の谷アパートセンター、何かお困りですか？あれ、この会社名って。メゾンが所属している会社ですね。こんにちは。今日は引っ越しすることになっているのですが、アパートは施錠されていますか？電話の向こう側で紙の束を触っている音が聞こえ、その後に、聞いたことがない動物のような鼻息が聞こえた。ああ、そうですね、あなた。あなたのアパートに少し問題があり、明日まで準備ができません。申し訳ありません。メゾンってそんなに権力があるのかな？いくらナンバーワンでもさすがにここまでの権力はないと思いますが。なんてこと。私はどこに行けばいいの？何か問題があった？そう聞くこともできるけど、失礼になりたくなかった。下手に時間をかけるとメゾンが来るかもしれないから諦めるを選ぶよ。私はため息をついたけど、最終的にはただ我慢する方が良いと判断した。会社でどんなトラブルが起こったかわからない。そうしている間にも夜が更けていく。ありがとう。アパートの準備ができたら電話してください。はい、もちろん。良い一日を。そこで不動産業者は電話を切って、本来なら私がすでに住んでいたはずの建物の前に私を立ったままにした。参ったわね。どうすればいいの？私がポケットに手を入れると、硬い紙片の感触に気づいた。私がポケットから紙を引き出すと、突然メゾンを思い出した。ああ。そうね、このアパートを買ったから、今は家を買う余裕がない。それでも、電話して何か利用できないか確認するのに害はないわ。いや、ここで電話するのは危険すぎるでしょ。ホテルを探すよ。リーズナブルな価格のホテルを見つけるのが時間を無駄にしない方法だと私は判断した。私は街の中心と思われる場所にいることに気づいた。多くの建物や店は閉店し始めている。了解。ホテル、ホテル。ダウンタウンエリアにはあるかしら？名刺をなくしましたか？あなたは私に電話をかけなかった。メゾン。あなたは私を助けてくれるの？馬鹿げている。などとは言いませんよ、私の親愛なるバイヤー。結局のところ、私は不気味の谷不動産の中でトップクラスであるシャープワンの不動産業者です。覚えているでしょう？あなたは明らかに住む場所が必要です。そして私はあなたが住むのに完璧な家を持っています。変わってるわね。ところで、私の名前を知ってるの？彼は私をじっと見つめ、明らかに答えることを拒否した。万能に見えるけど、主人公の名前は知らないんだね。あるいはわざと黙っているのか。聞いて、私はただホテルを探してるの。あなたが知ってる。ホテル。彼は理解していないようだ。私は本当に彼にホテルという言葉を言ったのを忘れなかった。確証が欲しかった。ホテル。背の高い紳士は私が彼に言った言葉を理解するのに苦労していた。
彼が眉を潜めた時は微笑んだ時よりもさらに不気味な事実に衝撃を受けた。ああ、私の愛する、貧しいバイヤー、あなたはとても混乱して迷子になっていますね。彼は聞いていなかった。聞いてください、私と一緒に来て、私と一緒に素敵なスリーベッドルームの家を見て回りましょう。あなたが気に入らないのなら、私はあなたに合った家を探している間、私はあなたのホテル滞在の費用を個人的に払います。スリーベッドルームってかなりいい家じゃない?条件が良すぎますね。良い条件でしょう。私は彼の最後の文がほとんど喉を鳴らしながら言ったことが気に入らなかった。しかし、彼がホテルの支払いについて正直だったら、私は何も失う必要はないわよね。私は彼が1時間ユーモアを交えて、彼のスピーチが終わった時にノーということができる。はぁ?わかりました、メゾン。あなたの提案を受けます。私のために見つけた家を見に行きます。それはまずいんじゃないかな。完璧だ。私はあなたの満足を保証します。あなたに会うために植えている2つのガレージの住居を愛するでしょう。私が違和感に気づいた時、彼の言葉に疑問を呈しようとした。長くて骨張った手が私の腕を包み込み、彼が向かっている方向に引っ張られた。行き先は神のみぞ知る。多分私は間違いを犯した。ぎこちない沈黙の中で1時間歩いて、奇妙なことに追いつくのに苦労した気がした。不動産業者は長い足で早く歩いた。彼は突然立ち止まり、私は彼の背中にぶつかった。私が背中にぶつかっても全く動揺しなかった。私は恥ずかしさから頬の赤みを隠した。あ。ごめんなさい。私は目の前にある巨大な家を見渡した。縁石にははっきりと売り出し中の看板があった。これは家なの?お気に召しましたか?驚くことではありませんがこの家はとても良い状態です。あなたは私がこの場所を買う余裕があると真剣に思わないでしょ?この家は、大きすぎる。ふふ。お世辞がお上手ですね。大丈夫ですよ、価格は非常にリーズナブルで、私は大いに交渉したいと思っています。売り手は、早く買ってくれる人を探してるのです。私は家を振り返った。この家で何かが起きていなければおかしい。それを察したのかこの不動産業者は話し始めた。わかった、問題点があるんだけど。問題点?教えて紳士。なぜ売り手はこの美しい家を売り払おうとしているの?この中で誰かが死んだの?まあ、普通はそう考えるよね。もちろん違います。彼の沈黙は私を大いに心配させた。しかし私は不動産業者がそういう情報を開示しなければならないことを読んだことがあるはずよね。中に入るだけで周りを見渡すことができます。付帯条件なし、中身を見るときっと気に入るはずです。親愛なるバイヤー、あなたはこのような取引から離れることはできません。これらすべてにおいて間違いなく何かがおかしいと感じているけど、私はすでに決めていた。入ったらアウトだろうね。中が気になるのは確かですが、離れるを選択するよ。緊張した気持ちは揺さぶられなかった。ここから出た方が良いという判断をした。私はこの家を買うつもりはなかった。聞いて、タロさん、乗り越えなきゃいけないことだと思う。結局、私はこの家を買いません。別の良い人が見つかるはずです。だから私は行くつもりです。時間を無駄にしてすみません。私はあなたの名刺は持っていますので、私が家を購入する準備ができたら必ずあなたに電話します。お時間をいただきありがとうございました。メゾンは家に向かって後ろ向きに歩いて足を踏み入れる前に、少しの間私を見つめていた。コンクリートの小道を注意深く下り、ドアを通り抜けると、彼の頭は少しの間覗き見し、消える前に悲しい懇願するような顔で私を見た。私が去る前に、家から低いゴロゴロといううなり声が聞こえたかもしれない。まるで動物みたいだね。動物のような鼻息。もしかして電話をしてた時、電話の向こう側にいたのかな。そこまで手を回して、無理やり中に入れないんですね。なんだか悲しそうだったね。街に戻るまで何時間もかかったような気がした。とても疲れてたので早くホテルを探したかった。
私はポケットの中で突然鳴った携帯電話の音に飛びつき、タッチスクリーンを押してすぐ電話に出た。おはようございます。あ、はい、私です。どんなご用でしょうか。あ、はい、私たちが抱えていた小さな問題が解決したので、あなたをアパートに迎え入れる準備ができました。え、本当に？それは良い知らせだわ。ありがとうございます。すぐ向かいます。私たちはあなたに会えるのを楽しみにしており、覚えています。不気味の谷不動産はあなたにぴったりの家を見つけることに専念しています。私たちの不動産業者は1992年以降無料保証です。私は奇妙なタグラインについて考える余裕はありませんでした。私は最終的に家に帰って休むことができれば幸福だった。私は疲れた頭と痩せ細った痛む足を引きずる。不動産業者が最後に言った文章なんだろう。タグラインは商品やサービスへの思いなどを表現した言葉です。無料保証というのはわかりますが、1992年に何かあったのかな。私は家に帰れることに興奮していて、街を急いで通り抜けようとしていた。こいつは寝るのが待ちきれない長い一日だった。どうにも私たちの考察は外れだったみたいだね。実はこのゲームの情報をくれた視聴者の方から全部の情報をもらってたんですよ。このシーンを見てもわかる通り、全部は存在します。そしてメガハートになってる。二作品の主人公は同一人物だね。他にもエンディングはありますが、長くなってしまったので今回はここまでです。好評なようなら続きの動画もアップロードします。高評価、チャンネル登録もよろしくね。あなたは言った。エンディング、愛らしいね。また会いましょう、バイバイ。